はい、ということで UTMB ウルトラトレイルモンブラン明日走ります。ということでね、僕は今回 OCC というねカテゴリーに参加します。実験は6203です。ぜひ応援よろしくお願いします。 OCC はねちょっとコースも変わって52キロぐらいで累積が3800ぐらいになりました。まあこの、ね、レースはねトレイルランニングでもまあ盛り上がってるお祭りの大会ということで、イキスポからもすごいあのいろんなブースがあったりね、いろんな各メーカーさんがキャンプ、まあ、拠点を置いてねいろいろな試し履きとかをしたり、いろんなイベントを連日やってたり、すごい盛り上がってます。僕は今回、ね、ちょっと、まあ、SNS にも上げてるんですけど、まあ、マッターホルンウルトラックスっていうあのツェルマットであるレースの直前にちょっと体調を崩してしまい、あまりいい状態ではないですが、でもスタート地点に立ってしまったらもうね、そんな言い訳言ってもしょうがないですし、楽しんで走るで、このねこの祭り、トレイルランニングのお祭りというのをしっかりね堪能しないともったいないと思っています。でいつもだったらね結構走ったりとか山行ったりするんですけど、今回もそれ以降はあんま山も行かずにゆっくりしてます。で観光とかもそんなせずに、まあほぼもう軽いジョグぐらいかな、で本当に調整に徹している感じです。なんて、まあ、状態はいいと思います。ただ走ってみないとね当日はどんな状態か分かんないですけど、まあちょっと調子上がってきてんじゃないかなっていうのと、自分のね今の現状の位置を確認できるように頑張っていこうと思います。今日というかもうそもそもね28からスタートして MCC っていうのがあり、 TDS っていうのがあり、 PTL もあり、まあいろいろまあカテゴリーはちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、ホームページとかで、僕はあの OCC で、その翌日あさってに CCC と UTMB メインがあります。僕もいずれ UTMB とかには出てみたいなと思うんですけど、その前にまず今回のレースでいろいろ感じることあると思うので、また共有していきたいなと思います。とりあえずちょっとねなんだかんだ、ね、バタバタして今1時なんですけど、受付終わってお昼も食べてなければ練習もしないから、とりあえず練習行ってきます。じゃあ明日楽しみにしていってください。あと YouTube のエンドクレジット募集してます。 UTMB の皆さんの名前だったりそういうのをさせてもらおうと思います。いつも視聴してくださってエンドクレジット入れてくださって皆さんありがとうございます。今回の動画はちょっと3本立てぐらいにしようとしてます。で最後のそのレースのところの1本をねそれにクレジットにしようと思ってますが、まあそんな感じでちょっと僕の活動に貢献させてもらってますので、ぜひ協力してくださる方よろしくお願いします。よし、じゃあ頑張りますか。ちょっと長くなっちゃったんで、とりあえず OCC6203 8時15分スタート、日本時間だと9、10、11、12、1、2、3時15分かなです。では